本日はですね、吹奏楽コンクールあるあるというものをご紹介していきたいと思います。まあ、あるあるとはまたちょっと変わるんだけどさ、コンクールの時ってさ、僕バス移動だったんですよ。結構バスで移動する人っていうのも中にはいると思うんだけど、バスの過ごし方って皆さんどんな感じだったんですかね。多分人によってそれぞれだと思うんだけど、楽譜を見てね、思い出してこうだったなとかっておさらいをする人もいれば、その曲を歌ってね、歌詞とかなんかつけちゃったりしてね、ここはこういう風に吹くんだったなとか叩くんだったなとかっていうおさらいをする人もいるし、本番だってテンション高くなっちゃってもううるせえやつもいるし、逆に緊張しすぎてボゲーっとしてる人も中にはいる。バスの中あるあるっていうのもあるよね。まあそんな感じで本番が来るわけですよ。本番は本番でこのようなあるあるがございます。他校の制服を見て、あの学校だってなる。なんかさ、制服の団体がいたらさ、あれあそこの学校だみたいなさ、なんかどんどん湧いてくるんだよね、気持ちが。本当にこれ本番来たんだなみたいな感じでさ、いろんな学校が来るたびにさ、あの学校だあの学校だってなるんだよ。でさ、毎年いるさ、その会場の人とかさ、毎年見る先生とかさ、そういうのを見るたびにさ、あまたいるとか、あまたいるとか、今年もいるみたいな感じになるんだよ。待ってる時間の使い方もまたそれぞれだと思うんだよね。楽器が吹けないところだったらさ、構えるだけでさ、スッスッパコ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 みたいな感じだと思うんだよね。いや俺打楽器だからさ、分かんないんだよ。打楽器は打楽器でね、こういうあるあるなんだよ。打楽器パートはチューニングルームに行けない。そう、打楽器だけステージ裏、ステージ裏はステージ裏で楽しいんだよ。楽しいんだけどね、孤独感って半端ないんだよ。まあ打楽器の特権ちゃ特権なんだけどね。本番中のあるあるっていうか、そんな演奏に集中しすぎてあるあるとか思い出せないと思うんだけど、よくあるのはこんな感じかな。テンポが速くなる。俺高3でやった曲がさ、めちゃくちゃテンポ速くなってさ、腕ついてこねえくらいだったんだよね。俺毎年緊張する人間だからさ、なんか手も震えちゃうからさ、速いみたいなさ、俺アル中華みたいな感じだったんだよ。テンポが速くなりすぎる、もしくは遅くなりすぎるってあると思うんですよ。ステージ上が眩しい。会場の明かりに慣れてないんだよね。年に1回のことだからさ、その光が慣れてないっつうか、そもそもそんな光で練習してねえからさ、あの明るさって何なんだろうね。うおーってなるよね。ステージ意外と広くね。音楽室っていうさ、ちょっと狭いところでぎゅうぎゅうでやってるからさ、距離感っていうのがさ、結構詰められてんだよね、隣と隣が。でもさ、いざステージに立ちましたっていう時に、座った時にさ、あれ隣と距離があるよみたいなさ、全然違う、あれ聞こえないみたいなさ、練習と本番の時の状況って全然違うからね。そういう何パニクリもあるんだよ。演奏が終わって泣く。うまく吹けなくて泣いちゃったのか、単純に今までの辛いのを乗り越えてようやくできました、もう感動なのか、まあ会場にもよるよね。地区なのか支部なのかにもよってまた変わってくるんだよ、感情が。でも全道大会でね、吹き終わった演奏はやっぱりちょっとね、感動するものあるね。僕も本番が終わってで、まあ、表彰に来るわけですよ。で、いよいよ結果発表ですっていう時に、発表する人が必ず言う言葉、金賞と銀賞を混同しないために、金賞の前にはゴールドをつけさせていただきます。これ分かってるよって思っちゃうんだけど、絶対言うよね。まあ初めて出る人からしたらさ、分からないから、分かるんだけど、言うのは分かるんだけど、また言ったよみたいな。そしてコンクールが終わって学校に帰ってきました。他の人たちがね、出迎えてるわけですよ。であらかじめ賞は聞いてるわけですよ。そこで放った一言、同賞3位じゃん、すげー、ぶっ飛ばす。まあこのネタはね、僕も過去にあるあるで言ったと思うんですけれども、同賞は3位じゃねえ、すごくねえ、傷つけるな。まあコンクールあるあるはこんな感じかな。ほんとね、辛いこともあれば楽しいこともあるし、吹奏楽部の夏はね、喜怒哀楽がね、忙しいんです。そんなたくさん感情がある中にも、やっぱりね、あるあるもたくさんあるわ。今はまだ2月ですか。2月ですけれども、数ヶ月後にはね、コンクールあっちゅう間だよ。力をね、蓄えておくなら今のうちですから、1日1時間1分1秒無駄にせず頑張ってください。ということで、本日は吹奏楽あるあるコンクールバージョンをお伝えいたしました。本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。